428、前回の続きからプレイしていきましょう。まあ、4人になっちゃったな。ああ、ここもここもいなくなってるんな。まあ、エンドだからさ、仕方ないんだけど。どうしよう。っていうか、話からしてさ、みんな重いからさ。どうしようか。緑川から見ていこうかな。あれだよね。あれ?知らない人が死んでるってなったとこだよね。ワゴンで焼死したのは田中守という、田中守とテレビのニュースで繰り返されていた。これってどういうことですか?千秋はぼんやりと口にした。お父さんがワゴンの中で自殺したって。花ちゃん確かにそう言ってましたよ。考えられるのは、花ちゃんが嘘をついたってことだな。緑川は頭をかきながら言った。でもどうして?首をかしげる千秋に、小津が呆れた口調で言った。ま、私たちを騙そうとして、遠山さんが嘘をつかせたんでしょうな。娘を使って急場しのぎとは何度もご立派なお方だ。何とでも言え、と緑川は腹の中で思った。何はともあれ、遠山は生きている。生きているなら、ヘブン出版を救う道は残っている。来月号をきっちりと出版して、その次の号でスクープ記事を掲載する。それで万事うまくいく。まあいい。遠山さんが死んでいないなら、ここで待たせてもらいますよ。小津はソファーに腰下ろした。ほら、お前らあの男が隠れそうな場所を知ってんじゃねえのか?瀬川がイライラして、大声を上げる。知りませんよ。知ってたって教えるんですか?だとはまあ、すごいもう喧嘩してるもんな。千秋と瀬川が額をぶつけ合う。人見知りのはずなんだけどな。ゴンと鈍い音がして、二人とも頭を抱え、仲良しかよ。まあ、千秋も落ち着けって。とりあえず、俺は遠山さんが行きそうな場所の手がかりを探す。お前は自分の原稿を書いてろ。緑川がそう言うと、遠山の机を探し始めた。おや?急に協力的になりましたね。来月号の企画を変えたいんでね。さすがに編集長の許可なく進めるわけにはいかないんだよ。口ではそう言いながらも探していたのは噂の大将のバックナンバーだった。確か大沢の記事は創刊号に載っていた気がする。大沢に関するスキャンダル記事と交換に世界のパワーバランスが変わるという大ネタが手に入る。そのネタがあれば来月号を無事に発行することはもちろん、爆発的な売り上げを叩き出すことだってあり得るんだ。分厚いブックファイルをパラパラとめくる。すぐに目的の記事は見つかった。政略結婚を仕組まなければならない大御所製薬の台所事情。大きな見出しが目に飛び込んできた。早速記事を読み込んでみる。要約すると内容はこうだ。大御所製薬の重役は娘を人身ご、ん?お供?お供じゃないよな。大沢健二という研究者の流出を引き止めた。しかし娘には結婚前に付き合っている男がいたという。大沢が調べてほしいと頼んでいたのは、この結婚前に付き合っていた男のことなんだろう。記事を書いたライターに聞けばすぐにわかりそうだ。緑川は文末を目で追った。そこにあった名前は、遠山さんかな?ですよね。この記事を書いたのは遠山だった。おい、まだか。早く遠山の居所を教えやがれ。瀬川が怒鳴り声を上げる。適当に相手をしておかないとダメなようだ。今調べてね。ちょっと待て。わざとらしく机の引き出しを開いたり閉じたりした。引き出しの中には、電気やガスの請求書、蕎麦屋の出前のメニューなどが雑然と押し込まれている。早くしろ。瀬川が痺れを切らしている。とりあえず、ここは機嫌を取っておこう。いや、取るなら出前の蕎麦がいい。蕎麦かな?いや、取るなら出前の蕎麦がいい。お前らは腹減ってないか?蕎麦でも取ろうかと思うんだが、そんな場合じゃねえだろ。すかさず瀬川が怒鳴った。大体、蕎麦ならさっき食ったとこだ。めちゃくちゃまずかったけどな。まずかったのか。有り余る体力を発散させるかのように、瀬川がシャドーボクシングを始めた。なんでだ?動いていないと落ち着かないらしい。ハムスターかよ。噂の大将のバックナンバーは見つかった。あとは千秋の原稿だが、こっちはまだのようだ。もう少し時間を稼がなければ。ところであんたら、KOK って知ってるか ?KOK? 瀬川が動きを止めた。実は今日、取材をする予定だったんだ。あいつら、相当強いって聞いたが。
ふん、俺の相手になるとしたらせいぜい遠藤あっちくらいじゃないか。ただあいつはもう KOK を抜けちまったらしいかな。ほうほう、それで？なんでも今は進むってやつがまとめてるみてえだぜ。進むという名前は聞く覚えがある。爆発現場で喧嘩をしていた男たちが口にしていた。けどまあアチが抜けた後はもうひどいやりつもだ。ひどいやりつもとは？緑川はテンポよく聞く。昔はカツヤキや盗みなんかは絶対にやらなかったんだよ。初代ヘッドのアチがそういうの大嫌いだったしな。アチが抜けてからは凶暴っつうか血の気の多い連中が増えてな。ま、今の KOK には関わらない方がいい。身のためだ。バカほど怖えもんねえぜ。お前も結構バカだけどな。ふんふん。それで KOK のたまり場っていうと、ん？たまり場っていうとインフェルノだったよな。ああ、裏原宿のな。なんだよ、お前よく知ってんな。裏原宿。裏原宿。通称裏原。JR 原宿駅から竹下通りを東進し、明治通りを渡ったあたりを中心として一帯。民家を改築した小規模の、服飾雑貨店が多い。個性的、急に漢字が読めなくなるときは最近多いな。廊下かな。的なファッションを並べる店がほとんどで、若い世代のファッションを先導している。なんだっけ、裏原宿か。うまい具合にユーヘルノの場所を知ることができた。その時瀬川がハッとした。そうか、さては遠山はそこにいるんだな。って、あの小心者がそんなとこ行くわけねえか。ちょっとあんたうるさい。冷えピタしてんね。あ、そうか、頭ぶつけたからね。千秋はキーボードを叩きながら瀬川に文句を言った。千円 A か、さっきのな、このアマ。俺の電話だ。緑川は懐から携帯を取り出した。ああ、遠山。液晶画面には遠山の名前が表示されている。慌てて電話に出た。遠山さん、今どこだ？千秋、小津、瀬川の3人が一斉に振り向いた。いや、そのまったく、なんでバカな嘘をつくんだ。仮に全てのページを埋めて返済に間に合っても、やっぱりそれは急場しのぎに過ぎなくて、借金地獄なのは変わりないんだ。だったらいっそ死んだことにして姿をくらませば。緑川は大きなため息をついた。あんたが生きてるのはとっくにバレてるって。そんなくだらない嘘は急場しのぎにもなってないぞ。え？携帯の向こう側ですっとんきょうな声が上がった。いいか、よく聞けよ。借金ならすぐに返すことができる。どういう意味だ？どでかいスクープを掴んだ。記事にできれば噂の対象を100万部つったって完売するぜ。本当か？遠山の声が色めき立つ。詳しい話をしたい。とにかく戻ってきてくれ。しかし、編集部にはサラギの連中がいるんだろ。だったら今から迎えに行く。どこにいるのか場所を教えろ。その瞬間、小津と瀬川の目が光ったのが分かった。とっさに緑川は機転を利かせた。分かった。宮下公園だな。すぐに行くから、それまでそこを動くなよ。小津と瀬川はにやりと笑うと、急いで表に駆け出していった。ふん。奴ら、俺のハッタリに引っかかって、宮下公園に行ったよ。これ、いるんじゃないの、宮下公園に。緑川はすふんぞり返っていった。で、富山さん、本当は今どこにいるんだ？バカ野郎、俺は今宮下公園にいるんだ。ですよね。あまりのまぬまるさに頭を抱えたくなった。なんでそんな場所にいるんだよ。お前こそなんで宮下公園なんて言うんだよ。起点を聞かせてやったんだろうが。聞いてない。喧嘩してる場合じゃないです。電話でやりとりを聞いていた千秋は割って入る。そうだな。とにかく奴らがそっちに向かう。どこか話のできる店に移動しよう。そこで待ち合わせだ。ロートレックかな。あ、わかった。なるべく気兼ねしなくて済むところがいい。店員に余計な詮索をされるのも困る。今日何度となく行った駅前の喫茶店を指定した。さっき見かけた蕎麦屋の出前のメニューを思い出し、そこに決めた。都合のいい場所に、場所が思い浮かばず、遠山に決めてもらうことにした。まあ、ここかな。ロードレックかな。今日何度となく行った駅前の喫茶店を指定した。わかった。駅前の喫茶店ロードレックだな。そこで落ち合おう。遠山が電話を切ると、緑川も荷物をまとめた。締め切り厳守。
チェキ、言語の進み具合は？まだちょっと、もう少し。という感じです。よし、パソコン持ってついてこい。かけたところで読んでる。緑川と千秋は急いで喫茶店に向かうことにした。ところが、編集部を出ようとした瞬間、先にドアが開いた。花ちゃんかな？入稿時間まで、あと14分57秒。入稿。ライターから編集者に、編集者からデザイナーに、といった具合に、次の作業をする人に原稿を渡すこと。当然これが遅れるととても迷惑がかかる。56、55秒。誰？派手なネクタイをした細身の男が懐中時計を見ながらデスクに腰を下ろした。なんだお前らは。緑川が怪訝な顔をする。待ち合わせ時間の15分前には必ず到着すること。これ、社会の常識。細身の男はまるで話を聞いていない。待たせてもらいましょう。あと14分20秒だけね。ミノさん、この人さっき、入稿時間がどうのって言ってませんでした？千秋は男の顔をチラチラ見ながら言う。おい、お前まさか。印刷屋か？緑川が聞いても男は返事をしない。何無視してるんだ？お前印刷屋なのか？それでも男は黙っている。お前いい加減しろよ。緑川が頭に来て怒鳴ると男は静かに懐から名刺を取り出した。おう、印刷屋だ。私はお前という名前ではない。名刺には、超日本印刷株式会社営業部第一課、片山光一郎と書かれている。超日本印刷。新しくヘブン出版の担当になった片山です。よろしく。ちなみに、前任者は交通事故に遭って入院しました。前任者。薄井幸男。なんか、おじゃる丸にいそうな名前してますね。39歳独身。長年、超日本印刷株式会社に勤めているベテランだが、推しが弱いため、いつも出版社の無理を聞いて胃を痛めている。今日、午後1時10分頃、車で取引先に向かっている途中、道に飛び出してきた男女を避けようとして、あちち。横の車に衝突、病院に運び込まれた。ごめん、サッチ。ですよね。全治2ヶ月とのことです。ごめん、ごめん。その片山が何の用だ？考慮時間の8時まではまだ時間あるだろう。8時？何の冗談ですか？我が社の考慮時間は5時半と決まっています。片山はまっすぐ緑川を見つめていった。そっちこそ何の冗談だ？こっちはここの社長が考慮時間を8時と聞いてるんだ。すると現在、原稿にはここに存在しないと。ないというわけではない。完成していないだけだ。とにかく8時まで待て。緑川が食い下がると片山は眉を伏せめた。嫌だ嫌だ。出版社と印刷所の成り合いってやつは。確かに前任者はそちらの都合で考慮時間を伸ばす人間でした。しかしこの私が担当になったからには例外を認めない。考慮時間5時半。厳守してもらいます。残り時間はこんな話をしている間に12分32秒。片山は懐中時計を見逃しに突きつけた。ふざけるなお前、何様のつもりだ。緑川はビシッと片山を指さした。お前たちはこの俺の書いた原稿を印刷するぞ、するんだぞ。そのありがたみが分かっていないのか。いいか待て、とにかく。8時も。もう8時までは待ってくれよ、さすがに。かたくなに主張した。8時ね。それで終わる保証は？終わる。俺を信じろ。ふん。初対面の相手を信じられますか？片山は鼻で笑った。と言っているうちに、残り10分46秒。貴様。印刷屋だからって調子に乗るなよ。調子に乗ってる？調子に乗ってるのはあなたたち出版側の人間でしょう。どんなに偉そうなことを言っても、私たちいなければ印刷物は作れないんですよ。それを教えて平気で、考慮時間を破ってこちらにまで残業を迫る。一体、何様のつもりですか？はい、残り10分20秒。やだなぁ、こいつ。その、残業迫ってるのもあれ。上から垂らしたロープ取っとけよ。めっちゃやだわ、向こうに見えるの。ギリギリと、緑川の歯ぎしりが聞こえてくる。いつものように得意のペースに持ち込めない。冷静で自分のスタイルを変えない片山は、緑川にとってやりにくい相手だった。しかし、このまま引き下がればゲームセットになる。残り10分7秒。無理と分かっていても、決められた時間までは待つ。これ社会の常識。片山の口癖。これまでに出てきたこれ社会の常識は3つ。待ち合わせ時間の15分前には必ず到着すること。無理と分かっていても決められた時間までは待つ。
もう一つはさて何でしょう。あれ、なんだっけ。懐中時計とにらめっこしながら片山はつぶやいた。ダメだ、この男を言いくるめる方法が見つからない。ちょっといいですか。千秋は手を挙げて前に出た。一度交わした約束を守るのも社会の常識ではないでしょうか。考慮時間を8時とするというのは私が決めたわけじゃない。でも前任者の責任は後任者の責任もあると思います。千秋に言われると、ふんと片山は腕を組んだ。お嬢さん、名前は。千秋、磯千秋と言います。片山の顔が一瞬華やいだ。いい、そのおどおど感実に出版の人間にありがちな傲慢さがない。は、まあ確かにな、傲慢だな。千秋は呆気に取られている。そのつつましい態度に免じて7時まで待ちましょう。最大限の情報です。よし、その状況を飲んだ。緑川は片山に向かって叫んだ。いや、急に言ったわけでは。ただしこっちからも条件がある。片山はわずかにのけぞった。条件を出せる立場ではないと思うんですが。黙って聞け。お前にはこれから俺たちについてきてもらう。なぜ。出版で、出先で原稿が完成するから、その場でデータを CD に焼いて渡す。そのためだ。仕方なさそうに片山は OK のため息をついた。まあいいでしょう、ここで待つのも暇ですから。え、そんな待つとかの仕事でいいの。印刷やって。片山がしぶしぶ納得すると、緑川は小さくガッツポーズをした。よし千秋、お前のパソコンにここまでできてる DTP データをコピーしろ。了解しました。千秋は手早く編集部のパソコンからデータをコピーする。 OK です。よし、それじゃ行くぞ。緑川は千秋と片山を連れ、遠山の待つ喫茶店へと急いだ。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それでは次回、まあ遠山の話を聞いていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。